元市議の小池さんは子育て政策などを訴えて初当選を決めました。今回の碧南市長選は現職に新人2人が挑む16年ぶりの選挙戦となりました。現職の根木田正信さんと旧統一教会との関係などが指摘され注目を集めていました。小池さんは当選から一夜明け抱負を語りました。心が豊かになるような街づくりをしていきたいなと思うし、子どもから本当にお年寄りまでがすごく私に期待してくれてるなっていうのが分かるので、きめ細やかに市民の人たちとの触れ合い、そして行政を進めていくっていうことができてくるといいなと思ってます。小池さんは愛知県で2人目の女性市長となります。